はい、皆さん、こんにちは。下田毅でございます。今回確認していく内容は、慢性心不全に対しての薬物療法を確認していきます。慢性心不全、どんな状態かというと、心臓の機能が何らかの要因で低下する。それに伴って、全身にうまく血液を送り出せなくなって、全身倦怠感生じたりとか、体に水分が留まって、不死を生じる。あとは肺なんかに血液が訴えすることによって、呼吸不全なんかが生じる。これが慢性心不全とされています。じゃあ、そんな慢性心不全、どのように起こって、 ってくるのかどんな状態になるのかってこととあとは症状あとは治療方針なんかについて今回確認していきます。 じゃ、まず、慢性心不全、どんなことが起こるのかというと、まあ、心不全とされてるぐらいですから、心機能の低下、これが認められます。で、この心機能を低下するとどうなるかというと、心機能を低下することによって、心臓からうまく血液を送り出せないっていうことで、心白質量の低下が認められます。で、この心白質量を低下すると、全身血液来ないよねーってことで困るので、人間の体では代償機構が働く。で、その代償機構の一つとしては、 RAAK ですね。レニン、アンギオテンシン、アルドステロン系。これの更新が認められたりとか、あとは交換神経系の更新なんかが認められます。 それに伴って何が起こるかというと、レニン、アンギョーテンシン、アルドステロン系、これが更新することによって、循環血液量が増えるとか、あとは末梢血管抵抗、これが増大するということで、血圧なんかの上昇が認められます。それに伴って、全身血液を供給することができたりとか、あとは交換神経系更新することによって、血管収縮が起こって、末梢血管抵抗増大、血圧の上昇なんか起こって、全身に血液を送り出すことができるよとされています。 で、これに伴って、心臓に負荷がかかるんですね。どんな負荷がかかるかというと、前負荷と言われるものと、後負荷と言われるものがかかります。この前負荷って何かというと、この前負荷っていうのは、心臓に戻ってくる血液による負荷とされてるんですけど、レニー、アンニテンシン・アルドステロン系、これが更新すると、循環血液量、これが増大するんで、心臓に戻ってくる血液が増えるということで、前負荷の増大が起こります。あとは、 後負荷っていうのがあるんですが、この後負荷何かというと、この後負荷っていうのは心臓から血液を送り出すって時のですね、この力による負荷なんですけど、これは血圧の上昇なんかで起こってくるんですね。血圧上昇する。それだけ心臓を頑張って血液を送り出さなきゃいけないということで、末梢血管抵抗の増大に伴って、後負荷なんかが増大します。で、この前負荷後負荷、これがね、増大すると何が起こるかというと、 心臓のですね、筋肉ですね。これの構造変化が生じるということで、心筋リモデリングなんかが生じます。でも、心筋リモデリングなんか生じると、心筋が繊維化するということになりますんで、それに伴ってまた心機能が低下する。そして心拍質量が低下して、そして代小機構が働いてという感じで、ぐる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 ですね。この悪循環繰り返して、そして心機能がどん,どんどんどん低下していくんだってことになります。これが慢性心不全の病態ということになります。なので、この慢性心不全、 これがですね、まあ、進行しないために何が必要かというと、慢性心不全。これがね、進行しないために、新機能の低下を進行させない治療。これが重要視されています。今、現状のお薬では、新機能を回復させるってことができないので、何が大事かというと、新機能の低下を進行させないこと。これが重要視されてるんだよということです。なので、治療の基本としては、心臓の保護。これをね、していくっていうのが基本とされていて、 それプラスアルファ対処療法を行っていくということになりますんで、慢性心不全になると、どん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 新機能低下していくんだけど、その新機能の低下をですね、進行させない治療、これが重要視されてるんだってことをですね、しっかり確認しておきましょう。ってことで、これが慢性心不全の病態と治療方針についてのお話ということになります。続いては症状ですね。そしてどんな検査値に用いていくのかってことを確認しますんで、次の内容で症状、あとは検査値について確認していってください。 はい。じゃあ続いては診断見ていきますが、この診断するにあたっては症状を確認していく。じゃあこの症状なんですけど、右と左の心臓、悪い場合で異なるということになりますので、ここでは左が悪い場合、右が悪い場合、どうなのかということをそれぞれ確認していきます。ということでこんな感じですね。左心不全の症状。 右心不全の症状。これをね、それぞれ確認していくという感じになりますね。じゃあ、そんな症状を確認するにあたって、血液、どんな感じで循環しているのか、これを把握しておくとよりわかりやすいので、血液の循環、これ見ていきますが、まずね、血液循環するにあたっては、左から全身に血液が送り出されます。左心から全身に血液が送り出されるということですね。で、それが右に戻ってくる。 で、この右に戻ってきた血液っていうのは酸素が少ない状態になってますんで、その右からですね、肺に血液を送って、酸素を供給して、そしてその肺から左に血液が戻っていくんだって感じで、こんな感じでぐる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 、血液が循環しているということになります。 じゃあこれを把握した上で、左が悪くなった。どうなるかというと、左が悪くなることによって、全身に血液を送り出すことができない。なので、全身に酸素が不足するという状態になりますんで、左が悪いと、全身の酸素不足が起こって、異疲労感なんかを感じる。全身倦怠感なんかを感じやすくなるんだということです。あとは、左が悪くなるとどうかというと、左が悪くなることによって、そこから血液を送り出せないということで、この前の血管ですね。 そこに血液が留まります。まあ、渋滞するんですね。左から出ていけないから、その前の血管で血液が渋滞する。ってことは、肺のですね、血管に血液渋滞するということになりますんで、肺症状が現れやすい。呼吸困難、息切れ、膝呼吸、座っていないと息苦しいですね。まあそんな状態が現れたりとか、あとは肺失声乱音なんか現れますんで、左が悪くなることによって、その前のまあ臓器ですね、血管に血液が留まることによって、肺症状が現れるんだとされているということです。 じゃあ、右悪くなったらどうかというと、右悪くなることによって血液がこっちに送り出せないということになりますから、ここで血液が留まります。ので全身に血液留まるということになりますので、消化器症状を現れるということで、 食欲不振ですね。こういったのが現れたりとか、あとは腹部傲慢が現れる。あとは下肢の不腫ですね。ということで、全身に血液が留まるってことが現れる。あとは、形静脈の土腸ということで、形状脈がバッと腫れたりするっていうのが、これが右が悪い場合ということになりますんで、右が悪いと右から血液出ていけないんで、全身に血液が留まるということで、消化器症状が現れたりとか、下肢の不腫、あとは、形静脈の土腸なんかが認められるということで、 右が悪い場合と左が悪い場合では現れてくる症状が異なるということを血液の流れでこれを把握しながら確認しておきましょう。これが症状についてのお話ということになります。 じゃあ続いては検査値なんですが何見ていくかというと、慢性心不全見るにあたっては B 型ナトリウムリニオーペプチド BNP の測定なんかを行っていきます。まあ、この数字が高くなると、慢性心不全が進行しているよねっていう感じになりますね。あとは心臓のエコーを見ることによって、差出屈出率ですね。これを見ることができる。で、この差し出屈出率が低下してるってことはどうかというと、収縮機能が低下しているという感じで確認することができます。 なので、左翼出血の低下が収縮力の低下、こんなものにつながっているということです。で、続いては肝臓脈、CT とか、あとは運動負荷試験なんかを行うことによって、よりですね、明確な心臓の機能なんかを確認することができるということになりますので、検察士としては BNP の確認。 あとは、左出屈出率見たりとか、あとは冠動脈 CT、運動試験負荷試験なんかを行っていくということになります。これが診断ということになりますんで、症状と検査値、ここをしっかり確認しておきましょう。じゃあ続いて何に見ていくかというと、続いては、どのように薬物治療をしていくのかということを確認しますんで、この診断の内容、あとは病態の内容を確認した上で、続いては薬物治療について確認していってください。 はい、じゃあ続いては、慢性心不全に対しての薬物治療を確認していきます。まず何していくかというと、行っていく内容は、心臓の保護をするということで、心筋保護治療、これを行っていきます。じゃあこの心筋保護治療をするにあたって、お薬何に使うかというと、お薬としては、エース阻害薬、エナラプリルとかリシノプリルを用いていくということになりますね。で、この a ー阻害薬、これを基本的に使っていくということになりますが、この a ー阻害薬によって副作用があるって場合はどうかというと、その場合は ARB である肝です。 サルタンななんかを使っていいくととうことになりますんでエースこれを使って副作用あるなってなった場合は ARB であるカンデサルタンなんかを選択していくとされております。 で、これに加えて、無症候性差し付く出率低下の場合ですね。まあ、こういった場合どうかというと、この蒸気のお薬ですね。エナラプリル、リシノプリルに加えて、カルベジロールを加えるとか、ビソプロロールなんかを加えていくということになります。で、このカルベジロールとビソプロロールの少量投与というのは、心臓の保護作用ですね。まあ、こういったものがあるとされていますんで、カルベジロール、ビソプロロールの少量投与ですね。これを行っていくんだとされています。なので、エース素外薬を使って、それプラスカルベジロールとか、あとはエース素外薬を使って、ビソプロロール なんかを使っていくで、ストがよく使えない場合は arb であるカンデサルタンなんかを使ってってそれプラスアルファカルネジドールビソプロロールなんかを使っていくことがあるよということですこれが何かというとこれが心筋保護治療とされているということですね で、これに加えて、何かしら症状がある心不全の場合どうかというと、何かしら症状のある心不全の場合は、心筋保護治療薬に加えて、抗アルドステロン薬であるスピロノラクトンを追加したりとか、あとはエプレレノンなんかを追加していくとされていますで。あとね、心拍数がですね、増加してる。まあ、こういった場合は、イバブラジンというですね、新しいお薬。まあ、こんなのをね、追加することがありますね。 コラランと言われるお薬なんですけど、このイバブラジンっていうのは血圧等には影響を与えず、心拍数だけを低下させるというね、そんな特徴がある HCN チャンネル阻害薬っていうですね、こんなお薬があるんですけども、このイバブラジンなんかは心拍数が多い場合、こういった場合に追加投与されることがあります。 あとは、体液貯流の緩和ですね。あまりにも不腫がひどい。そういった場合どうかというと、フロセミドとかアゾセミドですね。ループリニュ乳薬を使っていくとされていて。で、それでもですね、うまく緩和しない場合は、チアジド系リニュ乳薬であるトリクロルメチアジド。こういったものを追加することがあります。で、このですね、ループリニュ乳薬。あとは、チアジド系リニュ乳薬。これらを使ってもあまりだなってなった場合に、トルバブタンと言われるお薬ですね。サムスカと言われるお薬なんかを追加することありますので、トルバブタン。 まあ、こういったお薬なんかも追加されることがあります。なので、心不全停止してて、体に水分溜まってるって時は、利尿薬としてループ利尿薬使うんだけど、それでも難しいって場合は、チア児時計利尿薬を足して、で、そのチア児時計利尿薬を足しても、まだまだ水分溜まってるって場合は、トルバブタンなんかを足していくことありますんで、体に水分溜まってる時っていうのは、ループ利尿薬、チア児時計利尿薬、あとはトルバブタンですね。こんなものを追加していくんだということを確認しておいてください。ということで、これが何かというと、これが症候性心不全の場合なんですが、何かしら症状ある場合は、 ステロンの薬を使っていくあと心拍数を低下させる目的でイバブラジンという新しいお薬これを追加することがあったりとか体液貯流がある場合はループリン薬、チアジド系リン薬トルバブタンなんかを使っていくんだとされておりますということで今回何見ていたかというと今回慢性心不全に対しての薬物両方これを確認していきましたが慢性心不全ってどんな病態なのかどのように診断されるのかそしてどのように治療していくのかってことを確認しておいてくださいで今はですねまだ新しいお薬としてですねエンレストと言われるお� まあ、こういったものがですね、出てきて、今後ですね、慢性心不全に使われるようになると思いますんで、エンレスとどんな風に使っていくのかとかですね、まあ、そういったこともですね、どん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 データが出てきますんで、それについて分かれば、また新しい動画を作成していこうと思ってます。あとは、SGLT2 阻害薬ですね。これもですね、今はですね、慢性心不全に対して適応を取ってるってものもありますんで、SGLT2 阻害薬どういった場合に用いるのか、まあ、そういったものも分かってきた場合は、また新たな動画を作成していくということになりますんで、とりあえず、今現状としてはですね、イバブラジンとかトルバブタン、まあ、こういったもの 使ううよってととここでですすね動画の内容をおしまい,ということになりますけど今後はエンレストとかですね、SGLT2 阻害薬、どういった場合に用いていくのかってことも作成していく予定になりますんで、今後の慢性心不全の治療、注目しておく必要があるということです。<laughs> ということで、今回慢性心不全について確認していきましたが、これらの内容を把握してもらって、適切に薬物情報を行えるようになってください。それでは。